はい、それでは今回はね、ちょっとこの結婚イベントの、リハーサル、これをね、ちょっと他のキャラも見ていこうかなと思っております。はい、ということで、じゃあ前回セイニャ見たから、じゃあ次カミュ行くか。はい。ここまでは見たよね。はい。わかったゼムーン、俺もお前とはただならぬ運命を感じてこうして一緒に旅をしているんだ。お前とならこれから先も人生楽しくやっていけそうだしな。よろしく頼むぜ相棒。なんてな、リハーサルってのはこんな感じでいいんじゃないか。なかなか迫真の演技だっただろう。でもさっき言ったことは本当だ。お前とは楽しくやっていきたいと思ってるってわけだから、よろしくね、もう。ああ、いいですね、やっぱ。亀と主人公の関係ね。はい。じゃあ次、おじいちゃん。なんと思いよ、お主。これもかわいい。おじいちゃん。これ、心臓止まるんじゃない？大丈夫？はい、わかった。ムーンがそこまで言うのならわしはもうこれ以上止めませんの。実はわしにはかわゆいピチピチギャルたちに囲まれ余生を過ごすという野望があったんじゃが、もうお主のためなぼわしこそが世界一かわゆいピチピチの新妻になってみせるぞい。そうだったな。これはリハーサル、つい熱弁してしまったわい。はあ、はあ、かわいいな。しかし久しぶりにドキドキしたぞい。年寄りには少々刺激が強いが、たまにはこういうのも悪くないの。いいっすね。なんか全員分見せてくれるとか見られるっていうのもいいよね、これね。じゃあ次もアルティナ。はい。私は今までムーンのこと可愛い弟だと思ってきたけど、ムーンがそこまでいてくれるなら私もちゃんと考えてみようと思います。可愛い。ああ、もうリハーサルだからってそんな真剣な顔で言われたらこっちも調子が狂ってしまうわ。そんなこと言われたの初めてだったから、どうしていいのかわからないのよ。もう恥ずかしいから顔見ないで。かわいいなマルティナ。超かわいい。じゃあ次、グレイグ。筋肉だるまよ。はい。選ぶよ。俺とて一国の兵を束ねる将軍。相手の目を見ればそのものが本気かそうじゃないかくらいわかる。うんや、お前の心は受け取った。とはいえ、物事には順序がある。まずは友人関係から始めてだな。なに？これはリハーサルだから落ち着けだと。いや、やはり俺で遊んでいたのだな、ムーン。しかし、そうか、本気でどうしようか考えてしまったリハーサルでよかった。ちょ、なんか、男性陣も結構なんか真面目に受け取ってるっていうのが可愛いポイントだね。はい。分かったわ、ムーンちゃん。あなたのその心意気、私のハートにズバビュンと突き刺さったわ。ムーンちゃん。はい。本当にいい男になった、その時も。あらららららら、予約ってことですか。ということで、じゃあ全員見たので、メインに帰ろうかなと思います。いや、面白かった。いいですね、やっぱ。確かなんかこの結婚イベントって、3DS 版のドラクエ11だとね、もうすでに入ってたイベントだったんだよね、確か。まあでも私 3DS 版結局買わなかったから、ここでできてよかったわ。いや、面白い。面白い面白い。さて、じゃあ天空のフルートを吹いてですね、空に行こうかなと思いますよ。はいはい。セーブしたいんだよね。あ、そっか、よっち村に行っちゃうか。じゃあ、ちょっと適当にキャンプに飛ぶか。いや、多分あれか、空の方でできるよね。道具。あった、天空のフルート。はい。では参りましょう。よし、目的地は、あ、反対だ、こっちですね。お、見えた見えた、ここですね。
空に浮かぶ島、長老様の夢の通りならここに闇を打ち払う力が。何でしょう、見たところ神殿のようですが、私たちがこの地に導かれたことには何か意味があるはず。皆様、あの神殿に行ってみましょう。はい。でも神殿に行こうと思うんだけど、あれ、女神像とかないかな。とりあえず行くか。よいしょ。おい、何者か知らねえが出てきな。そこに隠れてるのは分かってるんだ。なんだこいつ。なるほど、兄ちゃんがそうなのか。ドラゴンボールにいそうだよな、こういうの。オイラは神の民だよ。神の民、なんだそれ。そっか、最近の地上人は知らないんだな。神の民はロトゼタシア創生の時代から世界を見守ってきた天空の住人さ。マジかよ。けどそんな大層なやつがこんなところで何してんだ。そりゃあ、もともとこの辺りは神の民たちが暮らす里だったからね。けど魔王軍に襲われて、里のあった浮島をほとんど地上に落とされちゃってね。オイラは生き残った最後の神の民なのさ。そんなことが、さぞおつらかったでしょうね。魔王のやつ、むちゃくちゃしやがれ。さっきは疑って悪かったな、あんたの気持ちも考えずに。けどよ、なんであんたは助かったんだ。見たところこの場所は無事みたいだが。この太陽の神殿の奥には、世界が誕生した時から燃え続けているという聖なる種火が祀られているからね。神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて、聖なる種火の加護に守られて助かったんだ。聖なる種火の加護だって、もしやそいつが。私たちは魔王の闇を打ち払う力を求め、この天空の地まで赴いたのです。もし何かご存知でしたらお教えください。魔王を倒せるほどの力か。聖なる種火は戦うための武器じゃないし、何のことだろう。教えてあげたいところだけど、オイラこう見えてまだ子供でさ、そういう話は詳しくないんだ。まあ知らないんじゃ仕方ないな。せっかくここまで来たんだ、まずはその聖なる種火ってのを調べてみるか。はい。そうですね。ですがこのままでは。ああ、オイラのことなら気にしないで大丈夫。神の民の名はダティじゃないよ。それに魔王が倒されて太女様が復活すれば、大いなる命の流れも蘇る。そうすれば死んでしまった者たちもいつかまた新たな命として生まれてくる。オイラの家族や友達も救われるってもんさ。子供って言ってたけど、思ってたよ。もう大人な考えするよな、この神の民。だから頼んだよ、勇者の兄ちゃん。おう、任せとけ。あんた、こいつのこと。あ、確かに。よし。
この太陽の神殿にはオイラたち神の民がロトゼタシアを創世の頃から守ってきた聖なる種火が祀られているんだ。神殿の奥にある聖なる種火を調べれば闇を打ち払う力について何か手がかりが見つかるかもしれないよと。じゃあ先に行きます。おお、あ、なんか懐かしいな、こういうのありましたね。何も起こらない。ここに、あ、これか。なんて清らかで神々しい。この炎が聖なる種火なのでしょうか。これはアザが反応している。何だったんだ今のは。聖なる種火の炎がその器に宿ったってことか。お、よし、種火をゲットしました。ん、皆様、あれを。で、ここですね。あの三本の苗木からは命の大樹にも似た不思議な力を感じます。あの木々を調べましょう。何か大事なことを伝えようとしている。私にはそう思えるのです。よし、じゃあちょっと調べてみましょう。今回多分このイベントで終わりそうだな。はい、これローシュとセミカご一行ですね。でっかい石を持ってる。今の光景、みんなにも見えていたのよね。同じく左手にあざのある方がいらっしゃいましたね。もしや、あの方は。うん、お主ならわかるはず。あの方こそわしらの祖先、伝説の勇者ローシュ様に違いない。まさかこのような形でその勇姿を見ることになろうとは。今のがかつて邪悪の神を倒した先代の勇者たちなら、先代勇者が邪悪の神と戦った時のこと、特に闇を打ち払う力についても何かわかるんじゃねえか。うん、試してみる価値はありそうじゃ。他の苗木も調べてみるかの。はい、あと2本調べよう。じゃあ次、真ん中。サマディ王国だね。これネルセンだっけね。何かしら、あの大きいハンマー。先代勇者ちゃんたちの様子からしてただのハンマーじゃなさそうだけど。あのハンマーの形状、武器というより家事用のものに近いな。しかし、何のために。そうですね、それにあの場所もどこかで見たような。考えていても仕方ないわ。次の苗木を調べてみましょう。うん、じゃあラスト1本。
次はどこに行くべきか目的地がわかるかな。家事してますね。さ、ローシュさんたちもすごい綺麗にグラフィック作ってるから喋ってほしいなって思うんだけど、なんか映像として残ってないから多分喋んないんでしょうね。声とかついてたらいいなって思うんだけど。今の光景は一体？先代の勇者たちは何かの鉱石を集めて特殊なハンマーを使い剣を打っていた。はい。もしかして私たちが見たのはかつて勇者の剣が作られた時の光景なんじゃないかしら。姫様、そうに違いありません。邪悪の神と戦うため先代勇者たちも特別な武器を作る必要があったのでしょう。うん、つまりそれこそが私たちが求めるべき闇を打ち払う力なのですね。先代勇者が作った勇者の剣は今や魔王の手の中だ。だがまだ手はあるぜ。俺たちの手で作ろうぜ、魔王の野郎をぶっ倒すための新たな勇者の剣を。はい。よし、決まりだね。それじゃ情報は少ないが先代勇者たちの足跡を追うとするか。見覚えのある風景もあったし、世界中を旅してきた俺たちならきっと手がかりを見つけられるはずだ。サマディと火山が見えたからホムラの外ですね。最初の鉱石を採掘していたのはこの場所と同じく天空の浮島じゃったな。神の民殿なら何か知ってるかもしれんの。古戦場かな。ハンマーがあった場所はきっとサマディ地方のどこかよ。サマディの王様に聞いてみましょう。うん、思い出しました。最後に見た剣を打っていた山、あれはホムラの里から見える火山のはず。では天空の浮島とサマディ王国とホムラの里に向かうとしよう。そこを巡れば新たな勇者の剣が作れるかもしれん。お姉様と歩んできた旅の日々、必ずや生かしてみせます。うん、ああその通りだ、行こうぜ。さて、じゃあ神の民に話しかけて今回終わりにしようかな。こう仲間たちがね話し合って一つの結論を導き出していくのいいよな。兄ちゃんたちどうだった？ムーンは神殿の奥で何があったかを伝えた。なるほどね、そんなことが。でもそれで思い出したよ、じいちゃんから聞いた大昔の言い伝えを。邪悪の神と戦った人間、つまり先代の勇者は闇を打ち払う特別な剣を作るべく聖なる種火を持って冒険してたそうだよ。兄ちゃんたちが見たのはその時の光景で間違いないだろうね。うん、先代勇者が鉱石を集めてた浮島ってのも多分天空の古戦場のことじゃないかな。出たわね。古戦場。天空の古戦場じゃと。しかし何故そのようなところに勇者の剣を作るための材料が。古い話だから詳しくは知らないけど、かつては特別な金属が採掘できた浮島で、それをめぐって大きな戦いがあった場所なんだ。戦いの果てにその金属の鉱脈も失われてしまったと聞いてるけど、もしかしたら。兄ちゃんたち行くなら気をつけてね。もう何百年もの間神の民さえ近寄らず、どうなってるかわからない場所だからさ。そのような場所がならば実際に行って確かめるしかあるまい。
し何をすべきか忘れたらまたオイラのところに来るといいよ。じいちゃんから聞いた話を教えるからさ。 ありがとうございます。みんな頑張って。一人で寂しくない？私忘れていたルーラの行き先を思い出した。あー、これほんと便利。ホムラとサマディ上官町が追加されました。ちょっと古戦場チラ見して終わるか。じゃあ次回は古戦場です。ちょっとレベル上げてこようかな。セイニャのレベルがな。よし、飛びます飛びます。しばらくあれですよね、あの追加エピソードみたいなの来てないけど、そのうち来るんだろうか。グレイ軍とか、ここですね。空の古戦場、見た目はねちょっとなんか岩が積み重なったって感じなんだけど、でなんか古戦場でねレベル100までレベル上げした覚えがあるわ。あ、不思議な形の建造物が滑り立っている。どうやらとても大きな食材のようだ。はい、あ、これでもやが晴れるかな。来た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 。はい、でこれで通れるようになったから、じゃあ今回ここで終わりにしておこうかなと思います。ルーラ追加されてるかな。あ、されてないっぽいな。そっか、多分あれだな、キャンプ場まで行かないとダメなんだろうな。まあキャンプ場を目指すっていうか、まあ裏で多分レベル上げすると思うから、そこは解放しておくとして、じゃあ次回ね、鉱石探しからやっていこうと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。